はい、皆さん、こんにちは。アルファアカデミーのエリりミと申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日は勝者道場講義の,あの2番ということでお送りしたいと思います。で、15分ぐらいで頑張って終わらせるので、ぜひあの見てください。で、今ちょうど勝者、来年のですね、えー、勝者の面接、内定を取るために、アルファアカデミーで準備をしたいという人が、まあ、たくさん無料相談から あの個別指導のお申し込み来てていいいただいている状況ですで最近は大学1年生とか2年生も商社とか外資とか就職活動の準備をしたいというので早めに準備コースを取っていただいてますけれどもあのこれは非常にいいことだと思っています。でやっぱりそうじゃないとなかなか今の,そのトップクラスのです、ね、企業に入るのは難しくなっているので。 早めに準備して、しかるべきリーダーシップとか、チームワーク、グローバル経験とか、まあ、高い GPA とかですね、ボランティア活動とか、まあ、しっかりやっておくということが非常に大事ですね。で、今日の内容というのは、あの、三井物産の ES かけますかっていうことなんですけれども、あの、ぜひですね、あの、日本全国、世界中のですね、商、え、社、ーね、を狙う、商社に興味を持っている、もしくは、まあ、本当に全ての大学生、 の方々に見ていただきたいと思っている内容です。で、ちょっと簡単にあのパワーポイントを準備しましたので、そちらの方に切り替えますね。はい、勝者道場2017ということで、 で、商社道場講義基礎編丸2三井物産 ES を書けますかっていうことです。で、いつもあの、アルファアカデミーではですね、アウトプット、アウトプット、アウトプットって申し上げています。で、何かというと、例えばエントリーシート ES ですね。ES で書く内容とか、面接で話す内容、あとグループディスカッションで皆さんが言う発言、これが全てアウトプットです。で、皆さんから出る そのアウトプットで評価されてしまうのでそれは自分をより理解してほしいとこんなに可能性があるのにこんなに潜在的な能力があって伸びしろもあるのにって思ってるかもしれませんけれどもそれを相手に伝えて説得させることができなければつまりそういうアウトプットができなければまあ落ちるってことですねで最近はの傾向はですね少し変わってきていまして勝者も 今年はですね、三菱商事ですら8月1日に内定を出していました。他の商社も、あの、あんまり大っぴらには言えませんけれども、あの、8月1日にですね、内定を出していた企業がたくさんあります。従ってこれ何かというと、もう OB 訪問の段階、OBOG 訪問の段階で面接されてるってことなんですね。で、なんかのんびりした学生がですね、OB 訪問って会社のことを知るためのものではないんですかみたいなこう寝、寝ぼけたこと言ってますけれども、 あの、全然そうじゃないです。基本的には面接です。で、面接はいつから始まるかっていうと、もう3月から始まるので、3月から OB o g 訪問解禁ですよね。っていうと、2月までに、あの、しっかりとした自己 PR、志望動機あと、面接慣れ、社会人慣れをしておかないと、もうその OB o g 訪問の段階で面接されてダメだな、こいつって思われたらそこで切られるっていう、まあそういうゲームなので、あの、ぜひですね、2月の末まで、今、あの、アルファでも2月の末までサポートコースと、 7月の末までサポートコースでありますけれども、あのそこをしっかりとあの見据えて、準備をしていただければと思います。でいつも申し上げている多くの人の失敗例というのは、準備不足、自己分析、志望動機が浅い、自己分析、志望動機が一貫していない、業界企業がの浅い理解、で面接グループディスカッション、練習を全然していない、動き出しが遅い、あとですね、まあ、こういう人たちに共通しているのは、何をやっても意思決定が遅い。 で、その、いつも悩んでる。で、十分すぎるですね。情報を取らないと何もできないみたいなこと。で、そういうことをしてる間に時間だけが過ぎていって、締め切りが早まってくるということなので、結局間に合わないということですね。間に合わないとどうなるかっていうと、自分の,あの死亡している企業に行けないんで、その、まあ、やむなく会社に入って、入ってしまい、自分の望まない会社に入って転職を繰り返して何もならない人生になるっていう、まあ、こういうふうになっていくので、 結構ですね、この就職活動っていうのは馬鹿にできない挑戦です。で、なんか舐めてる人もいっぱいいて、うまくいかない人の方が多いんですけれども、まあ、アルファアカデミーはその人を見てどうすんのと、人に合わせてどうすんのということを言ってるので、本当にうまくいきたければですね、徹底的にあの伸びるべきです。だからよくあのアルファに、 来た人っていうのは友達に教えないみたいなことはよく言われていてあのもっとあの拡散してほしいんですけどねあの個人的にはただその気持ちも分かるなとは思いますで成功する人の行動っていうのは早く動く、まあ、とにかく意思決定が早いですよねこうしてこうしてこうできますかとかですねあのこういうふうにやりたいんでこうしてもらってもいいですかとか、まあ、どん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 自分で動かしていくということですね で、やっぱり就職活動とか自分でやったことのない挑戦っていうのは、まあ先輩とかプロのサポートつけた方が早いし成功確率上がるよねって割り切ってると。うじうじ言ってないんですね。で、そこから自己分析深掘りして志望動機との連動させる。で、業界企業知識をどん,どん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 取っていって、面接とか人事グループディスカッション。 ケースとかを徹底練習してですね、テスト対策とか。で、内定取りまくって、志望企業の内定を10個ぐらい取って、1個ピックアップして終わると。これがやっぱり成功する人の行動なんで、こう,こうなってない人はですね、あの、できるだけ早く意思決定することをお勧めします。で、後悔するなんて、なんかいつも後悔する人がいるんですけど、 やっぱり動き、動き出しが遅いんですよね。準備不足。もう準備不足が後悔のもと、失敗のもと、成功しない理由は準備不足なので、あの、徹底的に前もって、早、早すぎることはないですからね。早すぎることは本当にないので、本気でやってほしいなと思います。 で、はい、来ました。あの、三井物産の ES。これは1年、2年ぐらい前ですかね。で、ただ、ま、骨格は変わってないです。で、あの、三井物産さんの ES、僕、すごい好きなんですよ。個人的にはね。で、ただ、非常に、あの、学生にとってはですね、きついだろうなって思います。で、読みますので、あの、見といていただければと思います。これが、皆さんが入りたい商社、もしくはグローバル企業、外資の人たちが求めている世界です。 1>, で1番、あなたが決断を迫られた最大の場面はどのような時でしたかまたその時あなたはどのように考え行動して決断したか記述してください。400文字。あなたの過去の経験の中で新しい発想、経験、機会や物事の仕方を探求して地域や組織、人々に変化、変革を起こした事例を記述してください。400字。3番、あなたが目標に対してリーダーシップを強く発揮し、 主体的に周囲の人と共に成果を上げた事例を記述してください。400文字。あなたが、4番。あなたが自分と異なる価値観、イコール外国人、年齢、老いたちの違いを持った人たちと共同して、目標を達成した経験について記述してください。400文字。5番。三井物産を死亡した理由についてお書きください。200文字。もうじ、Y 三井物産なら200字しかないですよね。まあ、この辺全然見てないと思います。 えっと、この前ですね、面白かったのが、まあ、あの、某トップクラスの大学の学生が、まあ、無料相談し来てくれたときに、いや、勝者入りたいんですよって言って、で僕、勝者入れると思うんですよねって、なんでって言ったら、僕、行動力あるんですって。で、行動力、どういう行動力って言ったら、アルバイトも、えー、っと、まあ、あの、山の方にですね、スキーの泊まり込みのね、 えー、アルバイトに自分で1ヶ月ね、一人で行ったんですよとか、あのバックパックをしてね、あの一人で途上国回ってたりもしたんですよっていう話を、まあ、あのしてくれたんですけど、いや、それ行動力あるけど、なんかどこにリーダーシップとかチームワークとか、あの、チームで目標達成とかっていうポイントがあるのかなって、いや、実はそういうことあんまやってないですという話なんですね。つまり、これが道物産が、 もしくは、まあ、勝者がっていう言い方をしましょうか。ほとんどの勝者はこういう人を求めているので、勝者が求める人材像と合わないんですよね、そういう人は。わかりますかで、勝者が求めてる人材像っていうのはこれです。つまり、リーダーシップがあって、周りを巻き込む力があって、で、チームを作って、プロジェクトをマネージしていく。そして成功まで、 導ける力があるかどうかですね。で特に4番なんかは、グローバル感を見てますよね。異なる価値観、外国人年齢、生い立ちの違いって書いてるので、えー、要はその海外も行ってますかみたいなね。そういうことも4番で聞いている。で、1番は、決断を狭われた最大の場面。これはね、どちらかというと価値観を聞いてるんで、無理やりリーダーシップにつなげる必要はないんですよ。ただ、例えば海外行くか。 日本に留まるか、海外の大学に行くのかとか、高校で、例えば海外に1年行くのか、みんなは1個上になってしまうのに、みたいなね、そういう決断とかで、クラブを辞めるか辞めないかとか、まあなんかいろいろあると思うんですよ。そういう価値観のところを聞いてきていて、2番目はやっぱり創意工夫をして、人を巻き込んでインパクトを出したのっていうところを見ていて、3番目はやっぱりチームワークですよね。4番目はグローバル。なので、やっぱりこのですね、 エントリーシート ES をかけるようになってほしい。もっと平たく言うと、この ES がかけなければトップクラスの企業にはいけません。いいですか。でね、大事なのは、これね、あの逆算、人生逆算なんですよ。人生逆算なんです。で、つまり、長期のゴールから、今のやるべきことが見えてくるんですよね。 で皆さんにとって、多分長期というよりか、まあ、短期ゴールとしては、この三井物産のエントリーシートをしっかり書きたいと。で、書いてですね、イ,、えー、とインタビューに呼ばれて、そこで泣いて取りたいというのが、まあ、短期的なゴールだと思うんですけれども、それをやるときに、じゃあ、このエントリーシートを書くために、まず、行動してますかと、今。 この ES 今書けて言われて、ぜひですね、アルファの、アルファのマイページ行っていただくと、アルファに相談だっていうのチャットがあるので、アルファ相談チャットっていうのかながあるので、そこからですね、この三井物産 ES の,あの答えをですね、ぜひ皆さん書いてみてください。そしたら僕添削して返しますよ。この動画見てくれた人はね。あの、この動画見てくれた人は、 この ES の答えをですね、ぜひあの大学1年生でも2年生でもいいです。あの高校生でもいいですよ。あの大学生であれば、これあの無料で、あの個別指導はあの有料のプログラムですけれども、この三菱さん ES の答えに関しては、僕は無料添削しますので、ぜひ書いてみてください。で、何がポイントかというと、書ける人はいいです。書ける人はいいけれども、いや、書こうと思ったら書けませんねというのを、 わかることが大事なんですよね。で、わかったら今度、その書けるように何をするかっていうところがポイントになってきますよね。いいですか。書くために自分は今から何をすべきなのか。そうすると時間が足りないんですよね。なので、早めに動いてほしいってことなんです。これで分かっていただけると思うんですけれども、いつもですね、あの、アルファの あの、アルファアカデミーに来てくれるって、その勝者内定してる人たちの、その相関っていうのを見てるんですけども、やっぱり早く、1年前とか2年前から来てる人たちの内定率が高いんですよ。例えば、1ヶ月前にですね、その勝者の面接の1ヶ月前にアルファに来て、いや、リスミさん勝者入れてください、みたいな。えー、トイックはみたいな。受けたことありません。海外は行ったことありません。リーダーシップは特にそんな強く胸張れるものは、 ありませんっていう人に対して僕らは何もできないですよね。いやー、とりあえず、まあ、勝者は今年は無理だと思うから、来年受けるかと、とりあえず他のところ受けといてっていうのが僕らの答えなので、やっぱり今から、もしかしたら今年、来年のですね、勝者の面接は6月、8月から6月に変わる可能性もあって、再来年はおそらく4月に戻りますよ。そうなると、あの2月というよりかはですね、もう1月ぐらいから多分始まりますし、12月、1月ぐらいから、 オビー訪問が始まる世界にまた突入していくのでね、あのー、早めにもう大学1年生の頃からこういうことを書かないといけないんだなというのを意識して動いていただきたいなというのがもう強い要望ですであとまあ論理性一貫性具体性共感性とかアルファ5キーの話とかですねこのアルファ5キーですね何をしたいかなぜかなぜこの業界なぜこの企業なぜあなた、まあ、ここら辺はアルファのまあどう 基礎的なですね、あの、土基礎のフレームワークなんで、まあ、この辺使って書くってことですね。あと、商社の面接。まあ、このあたりは、あの、た多分すぐ書けって言われてもですね、無理なので、あの、おそらくですね、ちゃんとあの個別指導やった方がいいと思います。で、あの、個別指導やって、個別指導とか講義、講義もできるだけ皆さんに見てほしいと思ってオープンにするので、 あの、あと、模擬面接特訓とかですね。で、えっ、ー、と、今、これ来年7月末までコースって書いてますけど、一応その来年の2月末までコースっていうのも作ったんで、個別指導で皆さん徹底的にですね、あの、鍛え上げるので、ぜひ、あの、無料相談入れてください。あと、内定獲得の限り、これあの、サイトに載ってますので、アルファの。あの、そこで買って、必ず読んでください。で、あとは、 えー、フェイスブックにご連絡いただければ、いつでも、あの、何かご質問あればですね、お答えします。で、もう一度、最後、あのー、戻ります、えー。たかたかたか、あ、これですね。この ES、ぜひですね、あのー、アルファのノウハウページにも貼っとくので、これ、皆さんですね、一度でいいので、あの、30分でいいですよ。スタバとかに入って、30分ですね、パソコンにこの、 ES の質問を貼り付けてでちょっとなんか、アルファのイリスミに添削してもらおうと。で、書いてみてください。書こうとしてみてください。これ、大学1年生から、もう終始、PhD の方までですね、日本にいても海外にいても、勝者を受けたいなと、三菱商事行きたいな、三菱さん、住友商事、伊藤忠丸目に、掃術、掃除通通通通通行きたいなと思う人はですね、必ず一回書いてみてください。そして、アルファのアルファアカデミーの マイページのアルファ相談チャートのところからですね、ペタバリして投げていただければ僕に届くので、あの、添削します。で、10点満点で何点なのかっていうのを僕が返します。で、その点数を見て、であとはまあ、何をやるべきかっていうのは個別指導でですね、あの一人一人僕は戦略を立てて、まあ、君はこれがあるからこれをやろうとか、君はこれがないからこれをやろうみたいな戦略を立てて、一緒にいろいろやってますけれども。 あのそういうところから、しっかりとですね、このイエスをかけるようにあの、頑張っていければというふうに思います。はい。よろしいでしょうか。ということで、えっ、ー、と、一旦戻ります。えー、停止。はい。ということでですね、あのー、ぜひ、今、ちょっと、うわ、これやばいなって思っていただいたと思うんですけれども、 あの確実にですね、まあ、何事もこう、まあ、ゴールと、まあ、今のですね、このギャップ、このギャップをしっかりと、まあ、このゴールをしっかり認識することで、今の自分を認識すること必ずギャップが <laughs> ありますから、このギャップを <laughs> どん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 埋めていくということが、まあ、極めて大事な作業で、これを早くやった人が勝つゲームなんで、 ぜひ頑張っていただければと思います。ということで、えっ、ー、と、今日は、あのー、まあ、クイックにですね、皆さんにとって極めて大事なエッセンスが書いてあるですね、三井物産のイエス書けるのっていうことで、まあ、多分書けないでしょっていうことなんですけれども、あのー、ぜひ書いてみてください。ぜひ書いてみて、もう大学1年生から就活生、えー、まあ、内定者の人も書いてもいいと思います。あの、ぜひ挑戦していただいてですね、 あの、どしどし送っていただければと思います。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。あの、皆さん、ぜひ30分でいいんで、あの、この三井物産イエスに果敢に挑戦していただければと思います。ということで、えー、と今日は終わりたいと思います。お疲れ様です。